はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。今回はですね、以前にブレニーになっているフィギュアをご紹介する動画を配信したのですが、非常にねその動画が好評でございました。でさらにですね、最近のコロナ禍であったり、あとは中国の電力不足によるフィギュアの出荷遅延についての動画、まあ、そちらの方もですね大変好評でございました。でそのフィギュアの、ね、出荷が遅れているという動画でですね、なかなかフィギュアが自分の手元に届かなくて、もうねフィギュアのことが嫌いになりそうです。そんなねコメントをねいただいているんですよ。いやーただねそれはちょっと寂しいコメントではあるのですが、まあねその気持ちはねよくわかります。でそんなねフィギュアがなかなか届かなくて寂しい思いをしているあなた、そんなあなたにですね、今回はそのプレネではなくて逆にお安くなっているフィギュアをこれからねご紹介しようと思います。でこれからねご紹介するフィギュアは決してねクオリティに問題があるとかそういう変なフィギュアではございません。おそらくねまあ元々たくさん作りすぎたとかそういう理由でね余っているフィギュアだと思います。ではねまずですね、まあ余らせるほどフィギュアをたくさん作ってしまう日本フィギュア界のトップグッスマさんのフィギュアから見ていきましょう。まずですねこちらが結構古いフィギュアなんですが、まあ、かなりねこれお安かったのでちょっとピックアップしてみました。それがこのアイマスのシブリンことシブヤリン、これがですね8分の1スケールフィギュアなんですけど、これがなんと今5600円で買うことができます。もちろんね送料込みの値段です。ただすいません、ちょっとねご注意いただきたいのは、この今僕が言ってる価格は今僕が Amazon で見ている価格なので、もしかしたらねこの動画を配信している時はもうね価格が違う価格になっているかもしれませんので、そこはご了承ください。でこれですね、まあもともとお安いんですよ。もともとの販売価格が6450円なんですよね。いやーこんなに安かったんですよね。まあなのでね、まあ割引率で言ったらそんなでもないんですけれども、でもね今時こんな価格でねスケールフィギュアは買えないので、アイマス好きシブリン好きの方にはこちらのフィギュアが超おすすめです。でこちらの購入先のリンクはみんなね下に貼っておきますね。ただね一つ注意しておきたいのが、古いフィギュアはなるべくね未開封品のものをおすすめします。特にこれはね安いので、開封品だとねさらにお安くなってて、まあそれはそれでねいいんですけれども、でもねあまりこういったフィギュアを買い慣れてない人は未開封品の方をおすすめいたします。で次です。これもねちょっと古めのフィギュアなんですけど、フェイトのセイバーリリー、これは7分の1スケールで今だとね7919円と8000円を切ってます。まあ、これもね元々の価格が1万円を切っているので、まあお安いと。ただこれねその後再販とか再々販とかもされてるのかな。でそのうちの古い方なのでちょっとお安いのかもしれません。ただねこのフィギュアは結構なボリュームもあるので、まあセイバー好きの方にはおすすめだと思います。ただまあちょっとね古いのと今時のフィギュアのクオリティと比べると、まあ見劣りする部分はあるかもしれません。まあそれでもねこの価格ですし、グッスマさんのフィギュアなので、まあクオリティもそんなに悪くはないと思いますのでおすすめでございます。で次がですね、これは結構ね最近のフィギュアです。カンコレの鹿島のお買い物モード、これが今なんとですね 35% 引きの7613円です。これはねマジでお安いです。ただスケールがですねこれ8分の1なんですよ。でもね Amazon の評価もね高いようですし、うん、あとこの普段着の鹿島というのもなかなかこれ可愛いのでね、うん、でこれよく見るとですねお胸の方もねなかなかすごいんですよ。でさらにタイツにスカートなので、これは例のタイツ越しのおパンツも拝めそうですし、うん、なのでこれは鹿島推しにはおすすめだと思います。天国のね再販された鹿島もまだ届くには当分かかると思うので、とりあえずこの鹿島に慰めてもらうのもいいんではないでしょうか。ちなみにですねこのシリーズ加賀さんに至ってはなんと6180円です。マジかーと。いやーもうこれねカンコレ自体の人気もねあるんでしょうけれども、これほどお安いのには驚きですよね。
で、さらにですね、こちら同じくカンコレの春菜もまあまあお安いと1万円を切っております。しかもね、評価の方もめちゃくちゃ高いんですよね。うん、しかもこの3人よく見るとみんなタイツを履いているんですよ。いやー、なのでね、これはこれからの季節にもぴったりですよね。それからこちら、これがね、戦翼のチグルドリーバのムグルマミヤコ。これもね、結構新しめのフィギュアなんですが、これが今 22% オフの1万800円です。このフィギュアね、結構これ僕好みなんですよ。今僕これを見ていて、自分でね、欲しくなってきたんですけれども、ただこれね、なんで安くなってるのかなって思うんですけれども、アニメの方がね、不調だったんですかね。どうなんだろう。まあ、なんかね、そんな感じもするんですけど、でもね、これ欲しい人は今がチャンスだと思います。この手のフィギュアは後々高くなっちゃうと思うので、まだね、出たばかりですし、過剰分があるからお安いんだと思うんですよ。なので欲しい人はね、本当に今がチャンスだとは思います。で、おそらくですね、この後に発売予定の同じくシグルドリーバーのクラウディア・ブラフォード、これがね、この後発売されるんですが、で、これが発売されると、さっきのムグルマミヤコもまたね、その釣られて売れると思うので、また売られ始めると思うので、本当にね、欲しい人はこれ今がチャンスだと思います。で、変わりまして、こちらがビートレスのレイシア2018ブラックモノリス展開バージョン。これがなんと 34% オフの 13,240 円。これもね、まあよくありがちの、フィギュアではよくありがちの、でかすぎて最初のうちはちょっとこう投げられてしまうっていう、そういうやつですよね。ただまあスケールはね、これ8分の1なんですけれども、ただね、そのデカさ、ボリューム感が半端ないんですよ。さらにこれもね、評価がすこぶる高いんですよ。まあでもやはりね、このボリュームでこの価格で買えるというのは今だけだと思います。で、変わってこちら、アルタのね、アズレのプリンツがなかなか販売されなくてね、嘆いているあなたには朗報です。こちらがカンコレのプリンツオイゲン。これはね、僕も開封レビューをアップしているのですが、とってもいいフィギュアだと思います。これがね、今1万4000円です。まあ、古いフィギュアですし、価格的にはね、そんなにびっくりするような値段ではないんですけれども、でもね、フィギュア自体はとてもいいので、ちょっとね、紹介をさせていただきました。まあ、カンコレ系のフィギュアは他にもね、探せばお安いのが出てくるかもしれません。で、変わりまして、これは再販されたフィギュアなんですが、もともとはアクアマリンのフィギュアで、アイドル皇帝ネロ、ソファーに座っているやつですね。それが今 24% オフの 15,400 円。いや、これも安いですね。これ僕ね、今ね、これ買っちゃおうかなってちょっとね、思っているんですけれども、まあこれもね、再販されたからこそこうやってお安くなっているんですよね。うん、で、これね、フィギュアもいいんですけれども、このちょっとアンティークなソファーもね、いいんですよね。で、変わりまして、こちらがですね、僕も持っているんですけど、いつかね、開封レビューをしたいなと思っている、初音ミクの超歌舞伎クルア言葉合わせ鏡バージョン。これが今ですね、29% オフの 15,800 円。僕が買った時はもうちょっとね、安かったんですけれども、それからね、3000円くらい高くなってきてますね。そうなんですよ。フィギュアって、どんなに投げられていても、時が経てば、だんだんね、お高くなっていくんですよ。で、特に今は、海外人気もあるので、日本の美少女フィギュアが。なので、こうやって高くなるスピードも上がってきてるような感じがします。特にこの初音ミクとかはね、海外に人気があるようです。で、そんなミクですが、これはね、先日僕が開封レビューをした、雪ミク、スノープリンセス。これもね、まだお安いんですが、これが今ですね、22% オフの 19,400 円と2万円を切っております。前よりもちょっと安くなったのかもしれませんね。うん。でもね、これね、めちゃくちゃ可愛いフィギュアだったので、個人的にはおすすめ。今僕もね、デトルフの中で飾ってます。青いミクさんもね、なかなか可愛くていいんですよ。で、ちょっとね、長くなってきたので、最後にこちら、グッスマさんではないんですが、ワンダフルワークスさんのライザちゃん。最初に出たライザちゃんですね。それの再販分です。まあ、これもね、再販されたので、お安くなっています。
これが今ね 18% オフの 16,910 円と、これもねかなりお安いです。でさらにですね、新しい方のライザちゃん、3つね年を取ったライザちゃんも、これもね今 17% オフの 18,951 円と、まあこれもね、まあそんなにねお安いわけでもないんですけれども、でもね今後のライザちゃんがねまた当分発売されそうにないので、なのでね個人的にはそのこちらのライザちゃんに慰めてもらうのもいいかもしれません。ただですね、こうやって紹介しておいて僕がこんなことを言うのもあれなんですけれども、安いからといって買うのではなくて、やはりね自分の欲しいものを買う、気に入ったものを買うというのが大切だとは思います。まあ僕が今紹介した以外にも探せばですね、いろいろとフィギュアありますので、お安いのも。でそうやって探してね眺めているだけでも、ネットで調べているだけでも結構楽しいので、まあ、皆さんもいろいろとウィンドウショッピングならぬネットモニターショッピングというものをやられてみてはいかがでしょうか。あとですね、まあ、僕はね、新品未開封品をおすすめしますけれども、慣れていればね、気をつけて買い物をすれば、中古品もなかなかいいと思います。結構ね、掘り出し物も見つかったりすると思います。ではでは、楽しいフィギュアライフをお送りくださいませ。